三金は、大韓民国の政治の上で重要な役割を担った三人の金生の人物、金四サム、金大中、金正筆を指す。彼らはそれぞれ政治的な背景は異なるが、僕世紀時代から第五共和国、第六共和国初期の時期にかけての有力政治家であり、大統領候補として知られていた。 三人が政治の表舞台に登場した時期はそれぞれ異なっている。まず、金ヨンサムは1954年の第三代総選挙にて最年少で国会議員に当選。そして金大中は1963年の第六代総選挙で政界入りした。金正筆は、僕正紀とともに1961年5月に5.16。 軍事クーデターを引き起こしたことで政治の表舞台に躍り出た。金四寒と金大中は1967年の新民党院内総務選挙と1970年9月の党大統領候補者選挙で40代機種論を掲げて対決し、野党における有力政治家としての頭角を表し、互いに協力と競争の関係を築き上げてきた。この間金消筆も、 僕大統領のもとで、与党民主共和党の議長や、国務総理など要職を歴任した。1979年10月26日に、僕正紀大統領が暗殺された後、一時的に政治的自由が緩和された、ソウルの春が訪れると、金四寒は、新民党総裁として、金大中は、財や民主化運動指導者として、金正筆は、共和党総裁として、 それぞれの立場で政治活動を本格化させ、参勤は次期大統領の座を目指して争いを繰り広げた。しかし前途間、露大具を中心とする新軍部勢力のクーデターによってその道は閉ざされ、金正筆は権力型不正蓄財の容疑で財産を差し押さえられた上に政治活動も禁じられた。そして近大中は騒乱を引き起こし内乱を。 くわだてたとされ死刑宣告を受け、残る金4サムも自宅軟禁された上に政治活動引退を強要された。1987年大統領選挙で各候補が得票数主位の地域金大中金4サム金、消失路大具1987年6月にロヤス市グ民政党代表によって発表された民主化宣言によって16年ぶりに 大統領の直接選挙制が復活し、同年12月に大統領選挙が行われた。これまで連携して民主化運動を進めてきた、金四三と金大中は、共に大統領選挙への出馬を譲らず、それぞれの出身地を基盤にして、大統領選挙に出馬した。そして金正筆も、出身地の中世南道を基盤に、大統領選挙に出馬し、手具、 継承北道で支持を受ける露大グを含めた4人の有力候補は一路三金と呼ばれた。各陣営はそれぞれの出身地域における地域感情に依拠した選挙戦を展開した。野党勢力が金四三と金大中で分裂したことにより、与党民主正義党の露大グ候補が勝利する結果となった。翌年4月に行われた第13大総選挙で3。 金が主導する政党が、それぞれの地盤地域にて、圧倒的な支持を集めたことで、地域拡挙的な政党体制が成立することになった。そして、資金や党人事、選挙における公も公認の権限を独占することで、参金は、党内で圧倒的な影響力を有するようになり、韓国の主要政党は参金の、個人政党的な色彩を強く帯びるようになった。党首のチンゴは、 当初、金大中を院内総務に指名したが、議員総会にて、賛成16名、反対23名、危険2名の大差で否決された。否決された背景にはこれまで院内総務の地位を占めて、北柳鎮山派の中間ボスであった、金四ムが、同世代の競争者である、金大中の院内総務への就任を阻止したい、思惑があった。出典、木村強。 民主化の韓国政治、牧政紀と野党政治家たち1961から1979名古屋大学出版会277ページ民主化の実現によって民主化という体制選択的な主要政党間の争点がなくなりこれに代わる新たな争点が見つからない中で確実に有権者の支持を動員できる手段が地域環状であった。浅場裕樹 二重の民主的正党性に代理人、問題韓国のロブゲン大統領弾劾という事例、現代思想2004年10月号、185ページ上段。ありがとうございます。